どうも、ダークセイバーです。今回は、水上を楽しむ視聴者の反応集を紹介します。それでは、どうぞ。あんまりトリオン多くなかったな。あのトリオンでよくシューターできるよ。やっぱすごいわ。超正統派シューターだよね。盤上を整えるクソ賢い低トリオンの副官シューター格好嘘つきとか良いキャラすぎる。カラスマル先輩が語ったシューターの基本理念を貫いてる感じがする。盤面コントロールが主な役割っぽいし、弾を使って動かす、シールドを使わせる動きに徹してるっぽいよね。中距離から全体を見て戦況をコントロールするシューターのお手本みたいな動きだと思う。超サポート特化型シューターってイメージがトリオン用が明記されたことによって補強された。頭良くてトリオン低いやつがガンナーやると、頭脳でどんだけ頑張っても弾幕に押しつぶされるだけなので、むしろデメリットしかないんだよな。トリオン5でシューターは本当にすごい。普通は大体がアタッカーでそれかスナイパーレベルのトリオン用なのに、正直4もあるかなと思ってた。キューブ小さいし、自分も大きさ的に4かなって思ってたから意外とあったんだってなった。さすがにトリオン4じゃガンナーシューターは難しいだろうから納得の数値だけど。言われてみれば振りかぶって打てるくらい小さかったわ。トリオンキューブのサイズでトリオン総量バレるって、割とデメリットよね。トリオン高い置きがスナイパーやってて。水上の方がシューターやってるの面白いなって思う。沖のグラコスナイパーはめちゃくちゃトリオン用に物を言わせた方法だし、それでチームの目になって水上の盤面コントロールの情報源になってるんだろうなと思うと合ってるんだろうなぁと。トリオン5の水上が射手でトリオン8の沖が狙撃手やってるの不思議がる人いろんなところで結構見かけるけど、前菜初期のチカちゃんのポジション決定の過程を見るにポジション適正って身体能力思考能力性格なんかが第一でトリオン用はその次だろうから実はそんなに不思議なこともないんだよな。能力的性格的に水上と沖は今のポジションでベストだと思うわ。描写されてる範囲ではシューター特有の技術を機弾とかチラシとか使ってなさそうに見えるが単にやる機会がなかっただけなのかな。置き弾使うのはかなり近づかれないとって感じだから。ゴリゴリ戦うタイプじゃない水上は必要に駆られない限りは使わなさそうではあるな。というか水上自らが攻撃してる場面あったっけ？基本全部誘導、陽動な気がする。王子隊にメテオラとか使ってたぞ。まあ、あれもイコマの援護の意味合い強いけど。ああそこか。でも決定打になる攻撃とかはしないよね。トリオン5だと簡単に防がれるからね。イコマ旋風っていう、射手銃手並みの射程を持ったイコマさんがいるから点取りの必要がないのかもしれない。エースハッタリ単独で強敵相手にできるようなシューターが多すぎるだけだもんな。詳細は分かってないけど過去さんのハウンド回とかも絶対えげつない性能だろうし、あとトリオン用が判明してないシューターってクラウチぐらいかな。クラウチは合成弾使うし水上と同じ5カッコ化したってことはなさそう。キューブの大きさ的に6かなぁと予想。クラウチも援護型シューターで6ぐらいかな。攻撃型シューターはかなりトリオンないと無理なんやろな。クラウチは8くらいありそうだけどな。王子隊の戦力的にエース張れるくらいじゃないと。8だと量的にはナス3以上になるし、76かなぁって気がしてる。クラッチのサラマンダー結構な威力だったからナス3と同等くらいはある気がしてる。BBF の続き来たら、試合ごとの各隊員の獲得点とか開示されないかな。援護型のシューターや砂の活躍、あとウルシマの動きとかも想像できるんだが。目立つシューターな二宮やナスさんはトリオンの暴力や突き抜けた空間認識能力っていう一種の固有技能持ちだから参考にならないんだよな。A 級なら泉も割とその傾向あるけど、水上の徹底した盤面整理の動きは新人の参考になる対象だよね。泉はなんかもうわからん天才シューターの類だもんな。あいつのバカのトリガースロット好き。マジでバカとしか言いようがねえよ。二宮さんとかはトリオン用を活かせるようにアステロイドとハウンド二つ済みで空いたところにメテオラ入れてるけど、あのダンバカは全種使えるからって全種済み二つ済みはアステロイドだけだからねー。しかもそれでちゃんと全部使いこなせるから問題ないんだよね。加古さんもなんかおかしいシューターなんだろうな。というかオールラウンダー目指そうで近接武器持って目指せるぐらいのポテンシャルはあるし風神の適合者だし、早くハウンド界がハウンドとどこが違うか見せてほしい。二宮さんでさえ合成弾作るのに時間かかるし、他のシューターもかなりネリネリしてるのに泉だけめっちゃあっさり合成弾作るからな。合成弾初出しが泉なだけに結構長い間割と標準的な技術なのかと思ってた。オサムがやると1分ぐらいかかるしできたところでギムレットでさえシールド貫通できなさそうなのが悲しすぎる。水上さんって正直戦闘員としてのパラメーターよりオペのパラメーターの方が知りたいぐらいにはオペ適性も高いと思う。
トリオン後だけでスカウトされるのはちょっと考えにくいから、ワンチャンオペレーターとしてスカウト受けた説もあるんじゃないかと。水上はいつ頃スカウトされて今後なのかわからないけど、大地はほどほどのトリオン量と瞳の輝きでスカウトされたから後でも一般人よりは多い方なのだと思われる。まあ大地の方が年齢的にトリオン量の伸び台あるけど、クニコンと同じぐらいの時期にスカウト受けたならトリオン成長を見込まれた戦闘員スカウトの方が可能性高いんじゃない？ヒトラのトリオンが鍛えて伸びて4、つまり入隊時は3以下なのだから、5もあれば十分戦闘員としてスカウトするレベルでしょ。ボーダー戦闘員は上積みだからその中で低めに見えるだけで、一般人は1、2、多くて3とかが普通だと思う。8あれば多いねーってなって5だと別に多くないなって感じるあたり、おっさむのにってなかなかやばいな。水上は口で説明するより俺がやった方が早いってタイプなんだと個人的には思う。オペレーターは現場にはいないから全部口頭説明する必要があるけど、シューターならリアルタイムで状況コントロールしつつ指示出せるしな。オッサムが最も参考にすべきシューターやね。戦術とかは参考できても、トリガーの使用数的に弾トリガーの内訳できないからな。そうだよ。味方に指示出して取らせるために位置取りと弾で追い込みできるし。能力的には一番弟子入りして学ぶべきだよ。能力的には、多少トリオンが低くても賢さが高ければシューターとして務めを果たせるのいいよね。オッサムも頑張ってほしい。トリオン後でシューターかって思うけど、よく考えると全然他のポジション向いてないんだよな水上。確かに。ガンナーはシューター以上にトリオンないときついし、アタッカーできるほど身のこなしが良さそうでもなく、味方と離れる一発撃ったら移動する間盤面が見れないスナイパーは水上の長所が死ぬ。トリオン低くても自分の適性見切ってシューター選べるのはやっぱ頭良いな。目視とレーダーで位置取り確認しながら指示出して味方が追い詰めたところを仕留めるって形のスナイパーも向いてるんやない？近距離のアタッカーは向いてなさそうだけど中距離長距離オペレーターならかなりいい働きしそう。そう考えたらトリオン12とかいう暴力的なパワーをサポートに使ってる泉のヤバさがよくわかるわ。黒取り争奪戦みたいなバイパーの攻撃をさばきながらだとユイガの不意打ちすら厄介になる。水上が一緒に行きたい人の選び方完璧だよな。ガチガチの選出なんだけど菊池原だけ理由にも一切ふざけを入れてないの今見ると怖くなるな。奇襲に強いし立ち撃に圧倒的に向いてるサイドエフェクトだからね。異国で探し物をしなきゃいけないってこと考えたらそら菊池原よ。菊池原は性格的には相性良くなさそうだけどそれを差し置いても行きたいぐらい SE 評価してるんだな。国近と馬立川とかいうオペ1スナイパー1アタッカー1しかも操りやすそうなメンツ。そこにサイドエフェクト持ちを入れるガチさ。怖すぎるだろ。視界外でも敵の位置を大体把握できるって実はとんでもないメリットだよな。将棋で例えるなら、相手は自駒の周囲1マスしか見えてないのにこちらは3マス見えた上で対局してる状態になる。常に相手より先手が打ちやすい。もちろん技術もいるけどね。このメンツキクッチー的には辛くないかね。アホ話横でされてたらげんなりしそう。サイドエフェクトのこともあるけど、隠し事をするしないは抜きにしても多少はギスっても試験を投げ出さないタイプだと思ったんじゃない？ヒュースがイコさんの代替で、後の3人が腕がいくてアホなメンツではないかという意見も見たな。菊池原が作ってきたんで大きいの代替だね。強くて腕がいくて、アホな話できて突っ込みところもあって、性格良くて怖くも厳しくもない人やな。イコマ隊のメンツが完璧な回答やな。さてはこいつイコさん大好きだな。ボーダーの男性陣でイコさん嫌いな人いないでしょ。サイドエフェクトはないけどそれ以外だとイコさんが満点すぎる。イコさんは人を引っ張っていくって感じの隊長じゃないけど、水上みたいな盤面整理得意な人からしたら性格合う、腕が立つ、自分の意見を聞いて採用してくれる。って最高の人材やからな。この時も他のメンバー入れるより自分一人でやった方が勝てるって計算だったんやろね。一人だけやってるのが将棋なんよ。それもともとのメンバーには他の頭脳労働系課題に集中させて点を稼ぐ作戦の一環じゃない？他の部隊が作業ストップしてる間に課題進められるわけだし。おお、効率的。共通課題は全て回答しないといけないけど分担課題は可能な限り回答することになってるから、多分まともにやると分担課題は全部終えるのは無理な量になってるよな。それを戦闘締めの時間水上以外で取りかかれるならよそと一気に差をつけられるので合理的ではあるんだよね。けどこれは A 級評価を度外視する前提だけど、確かに A 級の点数は低いから、
隠された意図とかを考慮しなければ間違ってはいない。だがそこまで割り切るかよ。普通遠征に行きたがってるようにも給料アップを切実に狙ってるようにも自分の評価を上げることに貪欲にも見えなかったから、こんな極端な手段を取るほどこの試験にやる気満々なこと自体に驚いてる。初回は勝ち点が少なく順位が動きづらいと判断と見て課題消化の時間確保兼テストプレイに回した方がプラス収支になると判断したんかね。効率的ではあるけど情報の出し方とか次第では頭いいメンバーばっかりなだけにギスる余地あるなーって気はする。生駒隊みたいに水上にお任せ、大事なとこは上長の判断を仰ぐみたいな形が定まってないからね。効率的ではあるけど小児みたいな振る舞いできてたら感ある。効率重視すぎてメンバーからの信用失ったら本末転倒だものな。後で隊員と揉めても解決できれば点数もらえるやろの精神はさすがにないか。たとえ最後までバレなかったとしても試験終了後には露見するから品質を買うの覚悟してやってるよね。メンタルやばいわこいつ。多分ディスっても今ちゃん荒船さんが良い感じでまとめてくれる。柏は即座に問い詰めに入るがきちんと根拠を示されたら素直に飲み込んで引き下がる。柿崎夫人は納得した姿勢を見せつつ内心に溜め込んで支えたいポイント査定を下げる。そもそもてるやちゃんは柿崎さん以外支えるポイントを割り振る気がない感じする。まあ水上隊みんなはその場でギスオーラ向けないような落ち着きのある人たちではあると思う。内心どう思うかはわからん。訓練だったらやらない。試験だからやる。これだけ。点数が低い初日に共通課題のアドバンテージを取りつつ単独で内容確認しつつ勝ちも狙う。翌日スタートでもフィードバック込みなら遠回るメンツだしアドバンテージも活かしつついけるって判断かな。水上はこういう状況になることも見越して隊のメンバー選んだのかな。もし今回のことを知って水上に不信感を持ってもそれはそれとして自分の仕事はできる人たちって感じがする。短期間で生駒隊みたいに信頼得ることは最初から諦めて合理性重視で判断してくれそうな人を集めたんだろうか。面白いことが大好きだけど、面白さを追求できない環境では効率の鬼になるというここのどこかのコメントが近いんでないかなと思う。水上はいっそアホばっかでチーム固めた方が良かったんじゃないかな。